はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日から武装錬金大特集祭が始まったというわけで、今日から1週間ちょっとですね、まあ楽しんでいくんですけども、今日はガチャ引いていこうかなと思いまして、今日引いていくガチャはこちら、大特集祭ガチャ、まあこちらの方30連引いていこうかなと思います。今回の新ヒーローキャラ早坂さん、パピヨン、キャプテンブラボーなんですけども、一番欲しいはこの早坂さんですかね。火力が520出る必殺とダブルバフ持ち、まあ友情、まあかなり使い勝手いいんじゃないかなって僕は可能性を感じておりますね。その次に欲しいんがパピヨン。この方、友情技の7万1000列勝2ターン。これもかなり面白い性能なんで、まあ、使ってみたいなと思う。一番いらんのがキャプテンブラボーかな。まあ、全体持ち、結構優秀なんですけども、まあでも、いらんかなっていう性能なんで、友情技もあんま使わないんで僕は。まあなんで僕はこのブラボー以外出てくれたら勝ちという感じになっております。30連引いていこうかなと思います。30連引いたらピックアップの、星5キャラクター1体確定なんですよね。っていうことはつまり、今回の、新キャラ3人に加え、津村時子さん。この4人の中から1体確定という状況なんで、津村時子さんが当たったらガチ負けですわ。もうそうなったら泣くほかないんですけども。いやー、ここで早坂さん回収してはくれませんかね、お願いしたいんですけども、素晴らしい。素晴らしいんですけども、パピヨンか早坂さん、どっちかお願いしたいね。もうこのガチャは30連でさすがに止めます。はい。40連目、50連目いったらルビーなくなってしまうんで、いや、頼むから抜いてくれ、お願い。これの次やな。お願いします。早かさがん来い。ドン！ブラボー！まあ、新キャラなんで嬉しいですね。これはもう勝ちなんですけども、嫌な未来が見えたぞ。僕、未来予知できるんですよ。これ30連目のピックアップ枠、津村時子さんちゃう？あれ？なんか嫌な予感がしているんですけども、未来は変えられる。そうなんですよ。なんじゃこの確率。最低賃金なんですけども、ピックアップ星5確定です。いや、頼むわー。ここで津村時子さんだけとかいう、ほんまのクソ状況をやめてほしい。ここで早坂さん抜いたら勝ちですね。それは正真正銘の勝ち。パピヨンも欲しいっちゃ欲しいんですが、必須キャラではないんで。だから、ちょっとブラボーだけで終わるガチャはやめてほしいんで、よろしくお願いしたいんですけども。いや、頼むわ！お願いします！ドンと！おー、パピヨン！まあいいでしょう。